本日2本目になります。皆さん NHK の NHK ですとかいろんなメディアの、報道を見たことはありますか？台湾の元総統、李登輝でしたっけという、まあ、総統のですね、死去が報道なされました。その人はですね、中国の民主化に、尽力した親日家だとよく称賛されております。その訃報の、報道を受けて、中華人民共和国、これがですね、台湾独立は、破滅の道に進んでいると全く的外れな支離滅裂な発言をしております。追悼の意も示さず、合唱するのとかも言わずに、まず一番最初に言うのが、台湾の独立は破滅の道へ進むだけだといきなり批判するんですよ。普通はありえないとは僕は思うんですよね。逆だろ。そう、全く逆なんですよ。まず追悼をして批判するんだったらまだ分かります。批判してそれで終わりなんですよ。おかしいですよね、こんなこと許してるの。これが常任理事国の姿なんですよ。常任理事国の一つの姿である。悲しいことにですね、台湾に対しては、中国は中華人民共和国、まあ、中共政府と言いましょう、中共政府はですね、まあ、何度も侵攻するぞみたいな脅しをかけてたり、まあ、武力をちらつかせて、まあ、何と言いますか、挑発ですとか誹謗中傷みたいなことをやってたり、あとは、まあ、WHO のオブザーバー参加を認めさせなかったりとか、そういう台湾に対して、異様なまでに圧力をかけている。果たして台湾は独立できるのか。答えはイエスです。はっきり言って、今の蔡英文総統の時でも、まあ今は中華民国と名乗っていますね、台湾は。今台湾はですね、今一応独立を維持できている状態であり、これで、今のところ、現状は、完璧です。わざわざ中華人民共和国、まあ、中共政府にですね、統一される必要なんてのはないんですよ、はっきり言って。で、まあ、もしですね、統一、武力による統一ですとか、そういうのがなされた場合、まあ、多分ね、合意して、統一なんていうのはほぼありえないと僕は思うんですけども、もしですね、統一した後、民主活動がまた活発になり、台湾で荒笠運動みたいなものがまた起こりますよ。そしたら、また、第2の香港、第3の天安門、こんなものが起きてしまう、悲劇が起きてしまうんですよ。それを繰り返させないためにも、台湾を応援していかなければならないのです、私は。そう主張します。中華人民共和国のその異様なまでの台湾に対する、攻撃ですとか、それを行っている。なぜ民主主義を恐れるのか。なぜ日本でできるようなことが、他国でできるようなことが、中国では、中共政府の支配地域では、これがなぜできないのか、私は不思議に思います。とりあえず、まあ以上、まあ、汚いところもありますが、以上になります。ありがとうございました。